どうも、ショータイムゴルフです。今回ですね、コメント欄の方にどうやってヘッドスピード上げるんですかっていう書き込みが結構多かったので、僕がやってる方法をちょっとだけ紹介したいと思います。で、もともと僕ヘッドスピードは速かったわけではなくて、大学入る前はヘッドスピードたったの45しかなかったんですね。今でこそ53を超えるようになったんですけど、本当にヘッドスピード遅くて全然飛ばなかったです。大学入る前のスイングがこちらです。大学入ってから1年あることをやり始めてから、ヘッドスピードが約6メートル伸びました。で、飛距離も300ヤード軽々超えていくようになりました。で、大学入ってから1年後のスイングがこちらです。で、その1年後にはヘッドスピード51を超えて、現在ヘッドスピード53まで振れるようになりました。速さに注目してご覧ください。飛ばすためにスイング中に意識していることは、バックスイングからインパクトにかけて左足を思いっきりジャンプさせることです。縦方向に。そして、左足をくるんと外側に回転させる動きですね。僕はそこを意識しています。大学入る前のスイングと比べてだいぶ速いですよね。で、僕が飛距離を伸ばすためにやったことは、まず1つ目はウェイトトレーニングです。で、大学入る前は56キロしかなかったんですけど、体重が。で、今は68キロあります。僕は飛距離が伸びた理由は、ウェイトトレーニングが一番大きいかなと思います。その次にやったトレーニングが、左右のバット素振りと先端に羽のついた棒で素振りを、毎日ほぼ毎日50回ずつぐらいやりました。そしたら自然とヘッドスピードが伸びて距離も伸びていきました。今回は僕の飛距離の変化とスイングの変化をお見せしました。僕がやってるウェイトトレーニングの動画はまた後日見せたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。